準備はできているか? あ、行こう。 前を見ろ! わ。悪かった。よろしく。 そうだな。
さっきのとこまで戻るか。 さっさと先に行こうぜ。 一本もいらねえって。
行こうよ! ああ。ああ。 うまいことやるじゃねえか。 さて、どうする? が気持ちいいね。そうだな。 よし、着いた。
今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。いいじゃねえか。うまく取れてるな。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだ。ありがとうな。ありがとう、チョコボ。よろしく。どうした？今歌った？まあそうだな。イグニスが歌ったの？歌ってはいけなかったのか。そうだね。雨か。
かったよ。なんとか帰れそうだ。よくやったじゃねえか。はしごで上がるみてえだな。すげえな。ついたっと。大丈夫そうだな。問題は多分なし。気持ちいいね。そうだな。それ。よっ。で。よっ。で。食べとかない？お疲れさん。オールドレスタンにようこそ。さて、ご注文を伺いましょう。任せたぞ。そいつにするんだな。お気をつけて。よろしく。行こうぜ。行こうか。行こう。
は気持ちいいな。そうだ。ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。さて、どうする？正面突破。うん、後ろは任せろ。おお、登んの？そうだな。問題は多分なし。準備はできているか？あ、行こうか。気分転換にはなるな。雨か。俺が出よう。策とかいらねえのかよ。それが策だ。とにかく叩く。
やばいのってこれか? じゃ、こいつを報告するか。 で戻ったね。大丈夫だった？ああ、写真撮ってきたぜ。おお、これは素晴らしい。危険を顧みずよく撮ってきてくれたね。さすがはノクティス王子。伊達に修羅場くぐってないね。え？王子って？最初はとりあえず金で釣っておいて 帝国に情報を売ろうかなって思ってたんだ。おい、でも君たちが撮った写真を見て考えが変わった。これ今回のお礼ね、ささやかだけど、君たちの旅に役立ててくれたら嬉しいな。いやー、ノクティス王子、何か撮ってくるものあるか？うん、次はね、君たちの故郷を撮ってきてほしい。王都ってことか？そう、読者の要望なんだ。でもこの件は他の人に任せる気分にもなれなくてね。まあ、もしやってくれるんなら思い出に残るような一枚を撮ってきてよ。 次の写真、楽しみにしててよ。なんか自信ありげだな。まあちょっとね。
ハンター君。ああ、直しといた。本当？助かる。じゃあ、あとは普通の。ああ、一個壊れてた。やっぱりそうか。どうも。場所が分かればすぐ修理できる。もし電力が止まりでもしたら、夜、人を守る光も作れないからね。ありがとう。これ、お礼。あ、元気？ハンター君。まあな、そっちは元気ねえじゃん。うん、会社から照明の点検頼まれちゃって。ハンターは今出払ってるそうで、私ならいけるだろって特別手当付き。ハンターならいけるって。日帰りできないかもしれない場所なのがね、死骸相手じゃさ。でも照明の点検は責任もある仕事だし。行ってきてやろうか。え？ああ、でもそれ、うん、やっぱり私じゃ無理か。ごめん、頼むよ。あんな感じで喧嘩止めたのかな。静かな凄みがあったな。死骸に驚いた人物とは思えないくらいだ。ああ、ビビったわ。何でも引き受けちゃうんだね。周囲はできる人間に頼んでくるからな。点検整備とはいえ場所は外だ。無茶をする。つかほとんどハンター仕事だしな。いらっしゃい。何か飲まれます？お任せできますか。ありがとうございました。またどうぞ。隕石食品だよ。なんか買ったってよ。隕石食品をよろしく。じゃあ休もうぜ。照明ってあれか？ああ、そうだ。特に問題なさそうだ。次に行こう。準備はできているか？あ、よし、行くか。
おい、どっか入るぞ。うん。中入ろう。ああ。研究熱心だね。良いことだ。次の課題はこれ。いけるかな。いけるよね。彼女が本当にエーゲル先生なんだな。今度はあれだね。さっさと点検するぞ。壊れてそうなとこはないよ。じゃあ次。これでは風邪をひく。どこかに入ろう。うお、光だ。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。よし、これで最後の点検だな。今度も大丈夫かな。気をつけろ。現れたか。行くよ、アンダー君。ああ、ひとかり言っとくか。ノクトがいると楽できる。僕も犯されたか。よし、倒したかな。いくらホリーでも危ないよね。強さは分かんねえけど、ハンター不足も関係しているんだろう。死骸は増えてるっていうしな。いらっしゃい。今日はどうしましょうか。こいつら頼めますか。狙いが決まりましたね。助かりますよ。じゃあよろしくお願いします。
った休もうぜ。中入ろう。ほっ。ああ、得意なのあんのか。あんまりない。うり。特にお前は。なあ、喉。乾いた。これでは風邪をひく。
どこかに入ろう。だな。あ、雨止んだな。またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。よし、俺準備 OK。 みんなは？俺、まだ眠いな。頼むな。
ありがとな。また頼むぞ。よっ。
行くぞ。ああ。1分で行けるか。星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だ。
大丈夫。
外人の力には慣れたか。まあな。気を急ごう。おう。
Thank you.
待ちな。群れるわ。何を作るか。まずは食材だな。どうもね。無事で何よりだ。ありがとね。腹減ってるだろ。何にする？気に入ったらおかわりもあるからね。はいよ。いただきます。頼まれてくれるかい？頼むよ。薬はちゃんと買ってくんだよ。気が向いたらまた来てやってくれ。飛行基地ってなんだか君だよな。おお兄ちゃん、何か買ってくかい？次はもっと買ってくれよ。いいのあったら買ってきな。ありがとうさ。鮮度抜群、おいしいよ。次もよろしくな。買い足しておくか。
見えてる。あざっと。ベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理っての。かさあ、thank you.
よろしく。ウリ。それ。情報屋が言ってたのはこの辺りか。いつも人の声が聞こえてた。そぞくに見えるのに、刺激がないかもしれない。危ない。あれ？これで満足だろう。そうか。どうした、イグニス？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。エリス。あれ？ノクト、どうしたの？ちょっとな。ノクトがお前に渡したいものがあるんだとよ。え？ちょ、お前、俺？え？ノクトが？何？これ。素敵なお花。ノクトが私に。イリス、よかったじゃねえか。まあ、喜んでくれたんなら、いっか。おかえり。灯台のエレベーター使ってみた？地下の港に。ノクト、聞いて、畑がか…ねえ、
ノクトも何か育てるっての野菜育ったら食べてもいいし。じゃあどうすればいいんだ。種あげるからとりあえず。おかえり。畑に植えればいい。戦わなくて済むって安心。ガーディナにいた。なんだよ、こんな遠くまで来たのか。ここで飯探すか。猫ならモニカに聞いてみろよ。オートでは何匹も飼っていたと。へえ、モニカって猫好きなんだ。ガーディナまで行かずに済むかな。しかし猫の方も根性あるぜ。ありすぎだろ。だいぶ気に。ちゃんと味わって食えよ。言っとくけどな、高級品だぞ。ノクト、動物相手だと優しいよね。そうだな。普段からそれでいけよ。まあ、考えとく。シャキッとしろよ。おう。調子は？
モクティス様、ちょうど将軍も来てますよ。レガリアもモルティシエに行くんですね。ノクト、もう出発だね。言いそびれていたことがある。何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな。ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねってな、つらいもんだ。お供が護衛じゃねってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。強力な道具だが仲間を巻き込むなよ。こいつを扱う役は先に決めておけ。準備できてんだろ。さっさと乗りな。どうした？必ず帰ってきてください、王様！ああ、わかった。花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。
軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが着いて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされている。相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょう。ルナ。うん。まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配って、ルナ・フレーナ様？ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様か。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエに行くか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてるぞ。王と襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か特異な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんの。力って言ったら正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうな。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。親父の？そいつはどういうの？王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。そうか、水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのも六神の力がノクタへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うんだ。グラディオの言う通り、彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃない？かもな。だが油断はできないと思って。親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか。ああ、オルティシエでもらう。よかったな。王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が？王家の思いを背負うって覚悟がいる。この手が
それを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかったのか。その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろ。お前の親父とは旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの。だが連絡を取り合っていると数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今更だな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな。大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕、認めてるんだね。まあ、ガキの頃から苦労した分、成長したさ。え、苦労って？親御さんの件か。つらかったろうよ。親が死んだのは物事分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろ。まあ、明るくっていうか。ありゃ、本人の努力だ。ウォルティシエには何度か行ったことがあるのか。行ったってな、一度。ただしばらく滞在した。どんな町？でけえ町だ。そんだけかよ。ゴータとはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな。一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃないか。ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔？いつものことだろ。まだ心配してんだろうよ。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって。親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた？そうだ。店は、飯屋だったか。まあ顔出してみな。ああ。で、なんてとこだ。なんつったっけな。マーコ、そんな名前だ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水深を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で調印式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり、随分と古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備を。してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのかよ。今度は入国審査？
通行証だけじゃねえのか。おい待て、入国の目的は。あっと、イグニス頼む。ん、仕方ないな。我々は帰国の文化を勉強しております。今回は郷土料理と食材の研究のために。おお、そうでしたか。お仕事がはかどりますように。貸しが一つ増えたな。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ。ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。旅の写真に写ってたってことはさ、陛下のご友人でもあるだろうな。ノクト、会ったことないの。ない。今日はがっつり食うぞ。ねえ、ルナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の。でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな。そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない。式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。ああ、いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。ありがとうございました。綺麗な海と洒落た魚介料理上手。店を目指している人が多いな。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。それじゃ、また会おう。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。ノクティ掃除大きくなったな。おや、覚えてないか。小さかったもんな。首相は独立。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。
そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入り。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし。せよ。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は、先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス、ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。どの店にする？君は君の考えで動けばいい。だが準備は OK。マジで困ったときはいつでも店に。待ってたよ、ノクティス王子。無事に戻ってきたね。どうやら標的を倒せたようだね。それじゃあ要件を伺おう。これが当店自慢のメニューだ。試すのは腕だ。運じゃないからな。腕試しにはいい相手だ。よし、任せたぞ。
そいつだな。よし、任せたぞ。好き嫌いは治ったかな？わかった。今用意しよう。なかなかうまそうだ。いつでも寄ってくれ。どうも、帰り道もよろしくね。ノクト、これ見てよ。どうした？ノクト、これ乗ってみたくない？ビビアンってこっちでいいの？うん、官邸がある通りだってさ。こっちで合ってるようだな。これで少しは生活費が潤うな。掘ってる掘ってる。まずはいい武器だ。まずは食材だ。本当にロマンチックだよね。
野郎どもと一緒だがな。しかも4人も残念だったな。戦わなくて済むって安心。そうだ。行くぞ。ちょっと、ほら。や。あとはルナフネーラ様のドレスを見ないとな。ゴンドラで戻っちゃうか。あれ、店から離れちゃったかな。ああ、ひどい。油断禁物ってね。容赦はしない。だいぶ弱ってきた。一気に片付けるぞ。早く終わらそう。行くかい？それじゃ、また会おう。
ノクト、あれを見てくれ。なんだ？属国における平和の姿か。何が食べたい？ここから見える夜景はいいな。こんにちは。またどうぞ。ゆっくりご覧ください。またいらしてくださいね。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。早くドレスのお店行こうよ。ゴンドラの駅を調べないと。歩いちゃおうよ。遠くないよ。結構近いみたい。いらっしゃいませ。ネミ、ほんと疲れた。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。いいじゃん。タイミングバッチリだぜ。どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。
軽くご飯だ。